車や。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録が5000人に行きまして、2月に2000人なんて言ってたら、2ヶ月で5000人行きました。本当にありがとうございます。動画をアップするようになって1年経つんですけれども、なんか思ってたよりチャンネル登録の方が増えて、見てる方が本当に多くなってくると、何かこう責任みたいなものを感じるようになってきたので、またいろいろと企画を考えて皆さんにためになるようなものを作っていきたいと思います。最近ちょっとですね、動画を撮ってるんですがアップできなかったものがあったりするので、細かい編集を省いて、ささっとこう手を抜いたものが出てくるかもしれませんが、また、今後とも頑張っていきたいと思います。また今後とも続けて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。作業の動画ではないんですけど、まあ、6月、私の、お客さんが主催する壮行会にちょっと久しぶりに行くことになってですね、ちょっと、まあ、このシルビア時々エンジンはかけてるんですけど、まあ、こんな状態で、長い間保存されてるだけなんですが、ようやく動く日程が決まったので修理を兼ねて、動画を撮るほどのものではないんですけどね、まあ、こんな浮いているけど、こんなの見なかったことにしましょう。で、まあリアバンパーがですね、この車ずっと、5年ほど前にぶつけて以来、まだ直してなくてですね、このリアバンパー直すのに5年かかりました。5年かけて丁寧に仕上げたんではなく、いつものように自分の車はほったらかしすぎて、いつまでたってもやらなかったんですけど、まあ、今回ちょっとソアラをやるのに、いろいろ FRP の修理を、やったので、まあついでに、やっとの思いで修理しました。1年ぶりぐらいかな、洗ったのは。ここなんかね、こんなね、フォークリフトでつっついちゃってへこんでるんだけど、直してやんなきゃ。いや、やりだしゃいろいろ切りないけど、洗うとやっぱり乗りたくなりますね。